キャプリオブランドで最後に発売された R7 リコーのデジタルカメラ製品一覧は、リコーイメージング及びその前身であるリコーが、リコーブランドで発売したデジタルカメラの一覧である。ペンタックスブランドで発売したデジタルカメラの一覧については、ペンタックスのデジタルカメラ製品一覧を参照。リコーが発売したフィルムカメラの一覧については、 理工のカメラ製品一覧を参照。キャプリオ以前に発売された、統一ブランドを持たない製品。DC 及び RDC で始まる型番を持つ。理工のデジタルカメラブランド。2001年から2008年まで、グレーン、デジタルシリーズ以外の商品に用いられたが廃止された。以降はあえて記号のみの商品名にすることで、 実用的な道具としてのイメージを打ち出す方向へと転換する。キャプリオ R7 の後継にあたる利口のスタンダードモデル。R シリーズの後継にあたる利口のスタンダードモデル。高級コンパクトデジタルカメラという分野を確立した先駆的製品で高級感のあるボディや豊富なオプションパーツなど他社製品にも大きな影響を与えた。グレーン。 デジタルシリーズの後継シリーズで、ボディのコンパクトさはそのままにセンサーサイズが1、1.7型から、a p s c a 8 6倍大型化した。キャプリオ 500SE の後継にあたる、防水、防塵に特化したシリーズ。キャプリオ GX100 の後継、ボディ本体に一切光学系関連部分を持たないという、他に類を見ない、デジタルカメラ。 ユニット式マウントを持ち、一応は、レンズ交換型デジタルカメラと呼べるが、カメラユニット以外のオプションも企画されている。ラインナップ上では、GX200 の後継であり、シリーズはこちらに発展吸収される。コンパクトなデザインながらも、防塵・防水、対衝撃性を備え、水中での撮影も可能である。正式名称は、リコー BX と社名を冠している。 読みは、シータで、ロゴマークもギリシャ文字の、シータである。一度のシャッターで、上下左右、360度の空間すべてを、撮影できる、全天球カメラ。防水防塵のアウトドア向けコンタクトカメラ。ペンタックスブランドで発売されてきたものが、2014年より、リコーブランドに移管されている。ペンタックス時代のものについては、 ペンタックスのデジタルカメラ製品一覧を参照のこと、ありがとうございます。